手元の知事から発言があります。いただきます。はい、令和5年度最初の定例の会見です。どうか今年本年度もよろしくお願いいたします。2点ご説明させていただきます。まず令和5年度の県民ふるさとの日記念式典について説明します。5月14日日曜日に富山教育文化会館ホールで開催することとします。記念式典では県民ふるさと大賞の表彰式、また、商工寺 の財団の高田勝弘専務理事による記念講演を行います。開催にあたりまして記念式典の一般観覧者の募集を開始いたします。一般観覧者の募集はハガキや県のホームページなどで受け付けます。応募の締め切りは4月26日水曜日となっています。また県民ふるさとの日でありますジャストの日は5月9日なんですね。式典は日曜日に行いますが、5月9日は美術館あるいは博物館などの県有施設の無料開放を予定しております。県民ふるさと大賞を受賞される6団体の功績概要、記念式典の参加者募集案内および無料開放施設については配布の資料の通りでございます。また周知にご協力いただければと思います。県美、越の国、また水墨などでは常設展とともに企画展示の観覧も無料と、この日一日ですがなるということでございます。県民ふるさとの日記念式典についての説明は以上となります。2点目は富山マリジサポートセンターのマッチングシステムの改修についてであります。2月に公表されました令和4年の人口動態統計速報によりますと、本県の出生数は6432人、婚姻件数は3557組となりまして、いずれも過去最少となっています。昨年の速報値をさらに下回っています。出生数は婚姻と関係が深いことから、今後の出生数を押し上げるためには婚姻件数を増やすことが重要と考えております。県では平成26年10月にアドアを開設しまして、 AI を活用した個別マッチングシステムにより結婚を希望される方々にお相手を紹介してきましたが、今回会員の皆様のご要望も踏まえシステムをリニューアルいたしましたので、その今日はご案内です。このアドアでは会員限定のシステムによりまして個別マッチングを実施するため、まずはじめにシステムにご自分の年齢や職業などのほか、お相手の希望などを登録していただきます。その後システムにアクセスしていただき、お相手候補となる方々のプロフィールや写真の閲覧、会ってみたい方へお引き合わせの申し込みを行っていただきます。これまではこのプロフィールなどの閲覧やお引き合わせの申し込みを行うには、県内に3カ所設置しておりますアドアの閲覧会場まで来ていただき手続きをしていただく必要がありました。しかしアドアの機能強化を図るため、昨年3月に会員さんにアンケートを実施したところ、追加してほしい機能として個人のスマートフォンなどからシステムを利用できるようにすることという回答が半数以上、51.9% ありました。また現状アドアを半年に1回程度利用、もしくは利用していないという会員さんもおられまして、その理由が来所するのが面倒だからという理由が 21.1%、 5分の1に上がっていました。こうした意見を踏まえまして、会員の方々がご自分のスマートフォンなどからお相手候補となる方々の情報の閲覧やお引き合わせの申し込みができるよう、昨年の9月補正でシステム改修費を措置しまして準備を進めてきたところです。この新しい機能は本日から運用開始しており、24時間いつでもご利用いただけます。でなので、ご自宅でのちょっとした時間などご自分のタイミングでお相手探しをしていただくことが可能となります。なお会員情報の閲覧やお引き合わせの申し込みはこれまで通りアドアの閲覧会場に足を運んでいただいてもできます。ご都合の良い方を選んでいただければと考えます。県としましては会員の方々の希望が叶うように、また県内の結婚を希望される方々にとって魅力ある期間となりますよう、引き続きアドアの機能充実に取り組んでまいります。
冒頭私からの説明は以上となります。